皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。いよいよ本日ポケモンブリリアントダイヤモンドシャイニングパールが発売となりましたね。もうすでに殿堂入りした方もいるのではないでしょうか。ということで今回のゲームニュースはポケモンブリリアントダイヤモンドシャイニングパール情報まとめ、ダイパからの変更点や新要素などを一挙におさらい。記事はファミ通 .com より引用しています。ポケモンは2021年11月19日ニンテンドスクテチソフトポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールを発売した。同作は2006年に発売された任天堂 DS ソフトポケットモンスターダイヤモンドパールのリメイク作品。本記事ではポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールの基本情報やストーリー、登場人物や出会えるポケモン、ポケットモンスターダイヤモンドパールからパワーアップした要素など、これまでに発表された情報を一挙にまとめてお届けする。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールとは、本作はポケットモンスターダイヤモンドパールのリメイク作品。ストーリーは忠実に再現され、街や道路などのフィールドは原作のサイズ感が丁寧に表現されている。当時プレイした人は懐かしのあの場所を思い出のシーンとともにもう一度冒険することができ、初めて新奥羽地方を冒険する人には行く先々でたくさんの出会いや驚きが待ち受けている。また現在のポケットモンスターシリーズならではの分かりやすさ、親しみやすさが加わっており、バトルシーンでは臨場感のあるポケモンバトルを体感することもできる。ストーリー、舞台は自然豊かな新奥羽地方。双葉タウンに住む主人公はテレビで見た珍しいポケモンを探しに湖のほとりへ向かっていたところ、突然飛び出してきた野生のポケモンと遭遇してしまう。近くに落ちていたカバンから偶然ポケモンの入ったモンスターボールを見つけ、ポケモンの力を借りてなんとか窮地を脱する主人公。それがきっかけで七竈門博士からポケモントレーナーとしての才能を見出され、ポケモン図鑑の完成を目指し新奥羽地方を冒険することになる。さまざまな出会いと困難の先に一体何が待ち受けているのだろうか。ジムリーダー、ポケモン図鑑完成を目指して新奥羽地方を旅する中、主人公は町一番のポケモントレーナージムリーダーにポケモンバトルで挑戦することになる。ジムリーダーに勝利するとその証としてジムバッジがもらえ、8つ全てのジムバッジを手に入れると新奥羽地方で最高峰のポケモントレーナー四天王とチャンピオンの待つポケモンリーグに挑戦することができる。ポケモンリーグを見事勝ち抜いて最高のポケモントレーナーチャンピオンの称号を手に入れよう。銀河団、新奥羽地方の各地で活動する銀河団。統一された団服に身を包み行く先々で主人公の邪魔をしてくる。嫌がらせをしたり強引な手段で捕まえたポケモンに悪事を働かせたりと傍若無人な振る舞いが目立ちますが、その裏には何か大きな目的があるようだ。銀河団の企みを暴き野望を阻止しよう。伝説のポケモンリアルガ・パルキア。新奥羽地方に伝わる神話にはリアルガ・パルキアという伝説のポケモンが登場します。リアルガは時間を、パルキアは空間を司るとされ、新奥羽地方の人々からは神様と呼ばれています。果たしてこの2匹はどのように物語に関わってくるのでしょうか。ユクシー・エムリット・アグノム。新奥羽地方に伝わる神話に登場する3匹の伝説のポケモン。新奥羽地方の人々からはユクシーは知識の神、エムリットは感情の神、アグノムは意志の神と呼ばれています。この3匹のポケモンは主人公の冒険とどのように関わってくるのでしょうか。ゲームシステム、
時間帯や曜日による変化。新奥羽地方では朝、昼、夕方、夜、深夜という時間の移り変わりとともに変化していく街や道路の雰囲気を楽しむことができます。また同じ場所でも朝と夜で出現する野生のポケモンが異なったり、特定の時間帯で進化するポケモンがいたり、時間帯によってさまざまな違いがあるようです。また曜日ごとに異なる道具がもらえる場所や商品が入れ替わるお店、特定の曜日にしか現れない野生のポケモンなど、曜日によってもさまざまな変化が現れます。冒険の中で通り過ぎてしまった街や道路も、日を改めて訪れると新たな楽しみが待っているかもしれません。ポケッチ。冒険の途中でもらえるポケッチは、さまざまなアプリが搭載されている便利なグッズです。冒険を進めていく中で次々にアプリが追加され、たくさんのアプリが使えるようになります。隠れている道具を見つけることができるダウジングマシンに、ちょっとしたことを書き留めておけるメモ用紙と、さまざまなシチュエーションに応じたアプリが用意されている万能グッズです。新要素、ハマナスパーク。今作で新たに登場するハマナスパークは、殿堂入り後に訪れることができる施設。ここではミュウツーやレッグーザといったポケモン、ダイヤモンドパールでは出会うことができなかった伝説のポケモンたちと出会える。主人公のコーディネート。主人公の衣装はトガリシティにあるファッションスタイル指をフルで購入したり着替えたりすることができる。上着、ズボンなどがセットでコーディネートされていて、ポケモンをモチーフにしたものや主人公の髪型が変わるものなど、さまざまな衣装が用意されている。好みのコーディネートを選んでおしゃれに着飾り、新奥羽地方での冒険を楽しもう。各種特典。ポケットモンスターソードシールド、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブイ連動特典。対象ソフトのセーブデータがある任天堂スイッチ本体のユーザーで、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド、ポケットモンスターチャイニングパールを起動すると、ゲーム内で幻のポケモンを受け取ることができる。早期購入特典。ポケットモンスタープラチナ風の衣装で冒険しよう。2022年2月21日月曜日までに、ゲーム内の不思議な贈り物からインターネットで受け取るを選ぶと、ポケットモンスタープラチナの主人公風の見た目で冒険することができる衣装プラチナスタイルを受け取れる。その後トガリシティにあるファッションスタイル指を振るへ行くと、主人公の衣装を着替えられる。マナフィの卵を手に入れよう。2022年2月21日月曜日までに、ゲーム内の不思議な贈り物からインターネットで受け取るを選ぶと、マナフィの卵を受け取れる。新奥羽地方での冒険中、手持ちに加えて一緒に冒険することで卵が帰り、マナフィを仲間にすることができる。また新奥羽地方のズイタウンにある預かり屋にマナフィとメタモンを一緒に預けると卵が見つかることがある。その卵を手持ちに入れた状態で冒険を進めていくと、卵が帰りフィオネを仲間にすることができる。以上が記事の内容でした。いよいよ発売となり、 YouTube や Twitter ではダイパリメイクで大いに盛り上がっていますね。今回紹介されている情報以外に何か情報がありましたら、ぜひコメントにて共有してください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。